おはようございます。西田航です。えー、っと、えー、っと、5月の30日火曜日いかがお過ごしでしょうか。当日収録で、今日サブチャン撮るのを忘れてましたっていうところで、今日実はですね、あの、ライカーの古典、ライカープロフェッショナルストア東京でやる古典のゲイズの、今日はあれなんですよね、あの作品のかける日なんですよ。で、 それもあって、プラス今日はライカの方でインタビューも受けるんですよねあのホームページ用の、えー、今回のゲイズにはどういうふうな個展をやるかみたいなところのインタビュー受けるので、まあ、撮ったカメラ持ってきてくださいってことのコツだったので結構ヤバめのヤバめの装備になってるって感じですよねこれ昨日ツイッターとかインスタでもちょっと出したんですけど結構すごいことになってんなっていうまあすごいというかまあ結構な値段ですよね まあ値段ね下世話ですけれどもまあ言うてもこれ M11 でしょ M11 モノクロム M10 モノクロムでね一123台と、えー、ズミルクスの 35mm の2型アポズミクロン 50mm アポズミクロン 35mm これはエルマリーと 28mm で今日の模様を西田塾用に収録しておこうかなと思ってえっ、ー、とこれは FX30 ですねソニーの。 こういう装備になっててさらにこっち側にはえっ、ー、と一回閉めてこれはいつも通りの、えー、シンクタンクフォートのシンクタンクフォートのバックストーリー15でこっち側によいしょこっち側を開けるとここにちょっとこうあの。 今日はフレームマンさんに、えー、と作品設置の指示出しをするので普段使っている MacBookPro の14インチかこれもモリモリスペックなので実は90万ぐらいするってことこのカバンだけでいくらになってんだよっていうレベルになってるんですがカメラバッグの中身っていうところでもう新しくなりましたよね僕もねまあ新しくなったっていうよりかは、えー、とキャノンの時はキャノンなんですけれどもキャノンは今 えー、R8 がメインになるかなと思っていててでまあ、えー、とこっちね M10 モノクローム今回の写真展ゲイズはこちらの M10 のモノクロームと、えー、こちら M11 この2台でね大体撮ったんですよねあのざーっと撮っていったっていう。でこの M11 モノクロームはもう最近出たばっかりなので実際に今回の写真展示で撮った作品には入っていないんですが今日の 展示の模様とかのスチルを撮る上では、まあ、M11 モノクロムで撮っておこうかなとかって思って持って行っておこうかなっていう感じなんですよね。なので今後はこの2台が僕の中でのメインカメラ。カラーで行くときは、えー、こちらの M11 で撮るし、モノクロムで行こうっていう日は、えー、ここ、M11 モノクロムと。あとここにはあれですね、えー、これロードのワイヤレス GO2 の送信機。こちら受信機なんですけども、送信機が2つ入ってるっていうところで。 こんな感じですか、ね、なのでまああとはここにライカ Q3 も来、えー、ればね入ってくるってことになりますのでまあ今のメインのレンズはここのアポズミクロン M35mm とこのズミルクスの 35mm の使い分けともに 30cm こっちは 40cm まで言われるのかなっていう感じなんですが使い分けはやっぱりこっちは F1.4 っていうところもありまして。 F1.4 だったり f 1 8にこのぐらいのレンジでね使うことによって非常にこの、えー、こっちほどのカリカリ感はないちょっとまろやかな描写が可能になるんですよねなのでその辺の使い分けになるかなと今 50mm もこれアポーズミクロン M50mm なんですけれどもこれも今、えー、とズミルクスのこっちのね2型の 50mm を予約中でしてそれが来たら これもそう今みたいな形。50ミリの方は例えば人物とかを撮影したり、今日はちょっとまろやかな雰囲気を撮影しようかなとかっていう時にはズミルクス。で、こ今日はあのカチッときっちりいくぞとか、まあよりコンパクトにとかね。やっぱちょっとね、あのアポズミの方が小さいんですよね。なので、あの、そういった時にはアポズミクロンで行って、まあ現実的な描写ってとこかな。写実性をより高めるみたいな時はアポズミ。 で、ちょっとこうまろやかさとかふくよかさみたいなとこを出すときはズミルクスっていうあとはこれエルマリートこれ 28mm なんですけれどもエルマリートもねなかなかこれよいしょこれすごくコンパクトで 180g だったから、めっちゃ小さいんですけれどもなんですがこれ本当に写りがよくてですねで僕の場合はもう F16 ぐらいまでこれ絞り込んじゃってこんな感じか今どこだそうだね F16 まで絞り込んで あのもうゾーーンフォーカスでっっていくっていいくうねこの辺の今時のこの M 型って本当に好感度強くなったので、まあ、普通ゾーンフォーカスとかでする時はわざと F4 とかね F8 とかでやっていく方多いと思うんですが僕はもうね F16 までいっちゃってもう何にも気にせずノイズ乗っても全然 OK ってことで、えー、撮影したりしてますねまあそんな感じであとはこれは、えー、とロープロのロープロのもともとこういった小型系の。 レンズを入れる。まあ昔だと EF の 50mm とかね、EF の 50mm の1.8とか、そういったのを入れるタイプのものなんですけど、これを未だにこうやって使って、えー、こうやってアポ済み系はこういう感じで防護して持っていくっていう感じですかね。ちょうど、なのでやっぱり M 型って小さいですよね。この形だってくれるがおかげで、3台さらっと入れて、動画機まで入れて、そしてレンズは1、2、3、4本。 えー、3台4本そして動画機の1台1本マイクまで入ってそしてこの奥に先ほど申し上げました通り MacBookPro の14インチも入っているということでいや,いやはやかなななり優秀な、えー、やっぱカメラシステムだなと改めて思いますよねで今後は例えばなんですけども、えー、とこのアポズみもそうですし、ね、このヨれる M 型レンズになるとえっ、ー、と ここに例えば SL3 とかも入れたりすればもう完全にミラーレス一眼も逆にこのどうしても寄って緻密なフォーカスが必要になってくる時にはそういった SL2SL3 などが出てそれを入れておけばマウントアダプター経由で普通に寄れるレンズなんですよね。なんでそれも結構大きくてこれがアポ済み 30cm こっちはズミルクス 40cm チということもあって30まで寄れるとねもう本当に 普普段の普段のの使いのレンズと同じ感覚なんですよね撮影倍率的にもそういうのもあって今日は寄りたいなとか接写したいなとかって思うときはむしろこれからはアポみを出していったりっていう、ね、用途もあるかなということで多少アポみね周辺の四隅の,隅の隅の隅がちょこっとねえー、とまあ樽型じゃないな糸巻き型みたいなのがちょこっと角みたいな形で歪むんですよ。とはいえそれもね一応プロファイルでカバーできることがキャプチャーワンで分かったので。 トリエルルマのプロファイルを当てるると何とか補正ができるっていう強引に補正してるんですけれどもそれをすれば大分ねカバーできることが分かったのでそうなるととりあえずの一本になると最近ではこれやっぱりこのアポズミクロン M35mm をつけておくと寄れるし映りはもう多分この M 型レンズ中の中で一番解像感とかは一番高いですよねやっぱりねすごい描写しますから。 そういった意味ではこの6000万画素機に対応させるのはやっぱアポズミかやっぱ最新のズミルクスかってことになるかなとズミルクスももちろんですが F8 まで絞り込めば正直アポズミだろうがズミルクスだろうがもう分かんないですね正直ねぐらいなのであのまあのまどっちでもいっちゃいいんですが最後の最後10センチ寄れるっていうところの意味では35ミリ50ミリもなのでねえこのアポズミ2っていうのもいずれは 多分出てくるるんだろうなと寄れるアポズミクロンですよねおそらくですが今、えー、50mm のズミルクスが2型が4 5センチなのでアポズミの2型 50mm2 型は多分4 0センチまで寄れるんじゃないかなっていう予想でおりますが写、まあ、りはほぼこのアポズミと変わんないけど寄れるようになりましたよみたいなそんな感じになるのかなとは思っておりますので。ということで今から。 えと写真の設営、まあ、そこはもうフレンマンさんがねバチッとプロの仕事やってもらいますから、まあ、どっちかというと見とくだけっていうかあこんな感じいいですねとかちょ,っとちょっとだけ右にとかそういうのはあるかもしれませんがそこをやった上であとはこのね機材今回はこういうので撮りましたっていうインタビューを受けてっていうまたこのねインタビューの模様も、えー、ホームページ上に上がりましたらぜひ皆様にもお知らせしますのでそちらをご覧いただけたら嬉しいかなと思っております。 それでは行ってまいりますので、えー、今日も良き日をお過ごしください。西畑でした。どうも